番組表から見たい番組を選ぶ場合、まずはホームボタンを押して画面をホームメニューにしてください。ホームメニューからリモコンの選択ボタンを使い、カーソル、選択枠を横に移動させて番組表を選んで決定ボタンを押してください。この操作の代わりにリモコンの番組表ボタンを押すことで、同じように番組表の画面を表示することもできます。番組表の画面では一番上の列に現在放送中の番組が表示されます。リモコンの選択ボタンを使い、カーソル、選択枠を横に移動させることで見たい番組を順に探すことができます。見たい番組を選んで決定ボタンを押すと番組の詳細画面が表示されます。視聴するを選んで決定ボタンを押してください。これで選んだ番組がテレビの画面サイズで表示されます。